皆さんこんにちは、レザーワークス一点です。今回の動画は、はい、内外寸差出たについて。好きだね、内外寸差。やったことあったっけ？あるら。ある？ある、あるら、あるらって出ました、演習で。何回かあるでしょ。あったっけ、うん。まあ、改めてね。はい、うん、これね、結構ね、生徒さん、教室の生徒さんでもね、結構悩ましいというか、生徒さん自らで判断するのが難しいところ、うん、気づきにくいところかなっていう感じですね。まあ、内外寸差イコール、曲げ張りですね、うんうん、とか、まあ、小物で言うとアウターの曲げ張り、バッグのアウターとインナーの内外寸差、うん、それから、例えばこんな感じのハンドル、うん、持ち手の外寸と内寸の違い。それぐらい大きくなっちゃうとそのままいっちゃいそうな、平らで貼りたくなるよね、うん、これも厳密に言うと内側と外側で長さが違う。そうか、うん、小さいものだと、まあ、気をつけなきゃってなるけど、うん、そのバッグのハンドルぐらい大きくなっちゃうと良さそうだよね、うん、良さそうな感じ。それからこういうバッグの、かぶせ、はいはい、これも、まあ、ベタ張りなのか縁張りなのか、裏が牛革なのかスウェードなのか、それともそれ以外の繊維なのかによっても考え方が変わってくるところなんだけど、結構ね、いろんなアイテムを見てみると内外寸差を必要とするところってね、かなり多い、うん、でこれを内外寸差を取らずに平らなままベタ張りもしくは縁張りをして組み立ててしまうっていうことがあるんだけど、うん、そうすると結構ね、いろんな不具合が生じたりとかするっていうことがあります。ひとえにね、内外寸差といっても今言ったようないろんな条件によって異なってくるので、うん、今回は小物のアウターについての内外寸差ですね、はい、をやっていきたいと思います。まあ、今回サンプルで出しているのがお財布のアウターですけども、例えば名刺入れだったりとか、うん、システム手帳とかね、うん、そういうものも同じですよね。まずね、これ縁張りにするかベタ張りにするかっていうのを考えなければいけないんですけども、どちらにしても言えること、マストなことは曲げ張り、うん、平らな状態で買ってしまうと可動域が狭い場合、基本的にはこれぐらいまっすぐに使っていて可動域がちょっとしかないとかね、うん、だったらいいんですけども、こうやって90度もしくは180度、ものによっては360度まで曲げるものもありますよね、うんうん、なのでこうやって可動域が広い場合はもう曲げ張りはマスト、うん、でどれぐらいの角度で曲げて貼るかっていうのは可動域によって変わってくるところかなという感じですね。でこの条件っていうのは、まあ、貼り合わせる外側の革と内側の革、うん、それぞれの厚さだったり特徴だったりとか可動域によってベタ張りか縁張りかっていう判断と、あとはどの角度で曲げるかっていう判断になるんですけども、例えばね、お財布のアウターとか、まあ、名刺入れとかこれぐらいの場合ね、うん、可動域が、うん、これぐらいの場合はまあね、90度でいいと思います。貼るときに、そう、90度、90度の状態で貼る、そう、そうするとこっちにも行くし、うんうん、こっちにも行く、うん、へへ、あとは、どのように仕上げたいか、うん、これね、ちょっと触ってみてください。お財布の作風的に結構柔らか、柔らかい、しなやかな仕上げですね、うん、これはね、はい、だからこれをアウターベタ張りしてしまうと、いくら曲げ張りしたからといって柔らかいクシュクシュした仕上がりを目指して作っているものに対してベタ張りをしてしまうとカチカチになってしまう、うん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 、で逆にこれアウターにエレファント使っているんですけども、うん、これはあのお札入れで、うん、あんまりぷっくり膨らみたくない、うん、薄くシャープに仕上げたいということでこれはベタ張りしています、うんうん、このアウターの硬さちょっと触ってみてください、うんうん、カチッとしてます、ね、張りがありますよね。あります。なのでどのように仕上げたいかというのによっても、まあ、曲げ張りをする時のベタ張りなのか縁張りなのかっていう判断が必要になってくる、うん、で今言ったお財布とかはね、可動域がもうこれぐらいなので90度ぐらいでいいよっていう話なんだけど、例えばねこういったものですね、はい、これ銅パーツ、うんうん、これさ、マチがこれ動かないんだけど、例えばこれが笹待ちで、マチがここからクシュッと潰れるっていう場合、うんうん、はい、これってさ、ここがもう最大値なのね、
開くって言ってもちょっと開くだけ、うん、そこからクシュッと閉じる。なのでここの角度ってね、もう可動域もうほぼ決まってるんですよ、うんうんうん、なのでもうこの角度決まってるので、うんうん、これを90度でやるとさらにグッて曲げてくることになってしまいますので、うん、これはもう90度以上の角度であの曲げ張りをしてしまって OK、うん、可動域が狭くてかなりなんていうんですかね、鋭角な角度になっているものに関しては、うん、90度以上の角度で曲げ張りしちゃっても大丈夫。ただこういうものを90度以上の角度で曲げ張りしてしまうと今度伸ばすときに、うん、あのこっち側の膨らみがめちゃくちゃ大きくなってしまいますので、そこら辺は気をつけなければいけないところかなっていう感じですね、うん、でこれは90度で張って平らに伸ばしたときにインナー側は平らになりますよね、この裏張り、うん、それに対してアウターがポコッとこれぐらい膨らむ、うん、まあ、お財布だとここの膨らみってねそんなに気にならないかもしれないですけども、例えばシステム手帳、うん、システム手帳ってこうやって閉じてこうやって開くじゃないですか、うん、ここにリングがついていてノートに書く、その時にこうやって置いた時にここの膨らみが真ん中の膨らみがあまりにも大きすぎるとめちゃくちゃ書きにくくなっちゃうんですよ、うんうんうん、なのでシステム手帳なんかは、曲げすぎには気をつけなければいけない、うん、で逆にまっすぐに張りすぎると曲げた時に突っ張っちゃってここがね反っちゃうんですよ、ギュンって、うんうんうん、こう綺麗に曲がらない、うん、っていうことになるので、まあ、角度っていうのはどんなアイテムで可動域がどれくらいで、ね、動かない場合はどれくらいの角度でキープするかっていうのを判断して曲げ針の角度を決めていく。結果難しい難しいこの場合はこれっていう答えがないけど大体の目安はわかるけどね、うん、なんとなくわかる、うん、まあ、多くの場合がね90度ぐらいで張っておけば大丈夫なことが多い、はいはい、あんまり責任は持てないけど、うん、そういうことが多いかなと思いますね。それからあとは繊維の向きね、気をつけた方がいいのが、うんうんうん、こうやって曲げるじゃない、うん、よくあるのがここにめちゃくちゃシワができてしまう、銀浮きが起きてしまう、うんうんうん、っていうことがありますよね。よく見ますね。作品でもね見たことがあるんですけども、これってさもう可動方向がもう決まってるじゃない、うん、でこう曲がるものに対して繊維の向きがこう取ってあげたとしたら、うん、繊維がほぐれてしまう、銀浮きが起きてしまうっていう可能性が多少低くなるんだけど、こう横向きに取ってしまった場合って、うん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 、繊維の方向に対して曲がってしまいますので、うん、銀浮きが起きやすい。あ、特にベタ張りをしてしまった場合、うんうん、これ曲げ張りしてベタ張りしてるんですけども、こうなった時にこっち方向に繊維が走っているとグッて曲げたら、曲げてクッて伸ばしたらもうここ一気にシワ入ります。そう張りがちな気がしませんか。まあそれは反対から自分のパーツ、自分で裁断してパーツを取っていくのか、もう幅を決めて切り売りで買ってくるかによって違いますよね、うん、例えば切り売りで買うときね、ここ例えばこれ 19.5 センチなんですけども横幅、うん、それが取れればいいやっつって20センチでズバッて切ってきたとするじゃないですか、うんうん、でこっち方向って20センチもしくは 20.5 ぐらい取ってるんですよ、うんうん、まあ、うちの多くの場合は 20.5 取ってるんですよ、うん、だからなるべく小さく買いたいって思ってそこの5ミリを、うんうん、こうちょっと節約して20センチ幅で買ったとする、うんうん、そうするとインナーベースもこっち向きで取らなきゃいけなくなるから、うん、繊維がこうやって走ることになるんですよね、うん、縦にズバンって切ったとしたら、うん、そうするともう曲げたら繊維方向なので浮いちゃう。こうやって取れるちょっと広めで買ったとしたら繊維方向がこうやって走ってますので曲げても浮きにくい。繊維に沿って貼ると浮くんだね。うん、同じ向きにね。なんかそう貼りがちな気がするけど。そうだよね、うん、あとはもちろん外装と内装の厚さを合わせること、合わせるっていうかちょうどいい厚さにすることね、うんうんうん、と繊維の部位
背中側の繊維の密度が高いところとベリーの緩いところ、もちろんベリーに近ければ近いほど銀浮きするリスクが高い、うん、から可動パーツ、今回でいうアウターの裏張り、それに対してここら辺のパーツっていうのは可動パーツではないので、うん、まだあのベリーに近いところで取ってもいいやって、まあ、切り売りでやむを得ない場合の話ですよ、うんうん、考えてこっちは稼働しないパーツを取るとかね、うん、っていうのを裁断するときにどのパーツから取っていこうっていう判断をしてあげると、まあ多少は回避することができるかなと思いますね。はい、考えることがたくさんですね、毎度毎度。そうですね。まああとは、アウターがこういう異素材だった場合、うん、異素材の場合ってさ、厚さ調整がなかなかしにくかったりとか、もともと結構ペラペラだったりとか、繊維がブカブカしていたりとかする、うん、例えば厚さ調整がしにくいっていうところで言うとクロコダイルとか、こう凹凸があったりとか、あのシボが深かったりとか硬かったりとか、うん、ね、でもともと薄くて繊維が浮きやすいところで言うと、例えばパイソンとか、うん、そういうものってペラペラで張ったはいいけど、ギュッて曲げるとあんなにペラペラなのに銀面が浮いちゃうんですよ。うーん、紙みたいなものだけど結構浮いちゃうんですよ、うん、へー。で、最後なんて言ったっけ、繊維がブカブカしている、うん、例えばオーストリッチとか、うんうん、もうどこまで繊維を取っていってももう銀面以外はもうブカブカなんですよ。そうなんだ。うん、なのでそれぞれそういう特徴が違うものがあるので、うん、そういった時にさ、ここ例えばこういうエレファントの皮とかパイソンの皮とか、厚みがなかったりとか硬さがなかったりとか、それだけで成立しないものを外装で縁張りしたいってなった場合は、うん、裏側にしなやかさのあるスライサーなんかを貼り合わせてあげて、うん、で内側には牛革を当ててあげる、うん、それを縁張りしてあげると、そういう革でもこうやってふかふかした感じでしなやかさがあって、ふっくら仕上げることができる、うん、難しいよね、うん、判断がね、うん、それでは今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、それからいいなって思ったら高評価の方もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。